皆さんこんにちは。春服をたくさん買ったけど外出できないからお家でファッションショーしちゃってるエミリーです。と前回のお話は大吾の居場所を突き止めにね、情報屋のサイの花屋さんに行きました。なんだけどそこはね、なんかスパイがいるらしくて、助けてくれって言われたのね。でちょうどね電気が落ちて、犯人探したら郷田龍二の部下たちがいました。でその中にね1年前に出会った近江連合の林って人もいました。ボコボコにしたけどね。なので続きいきましょう。どんどん進めますよ。いくぞ。おお、赤いライト。ボス、システムが復旧します。お、よし、ナイス、電源を入れろ。やっちゃえ。おー、来ました来ました。堂島大吾の居場所を移せ。はい。一人しかいないの？お、ナイスタイミング。お、めっちゃ早いよ。この人、わかる、最初に出てきた人だ。この人じゃん。ボス、故障か？絶対この人じゃん、スパイ。誰かにハッキングをかけられています。なんだと？どうした？何者かがシステムに侵入して妨害しているんだ。こんな近くにいるのにバレないんだ。これも交流会の仕業か？状況から考えるとおそらくそうだろう。え、隣にいない？あれ、あの人、くそ、早いこれじゃ対応できる。裏返っとる声。変わって。お、早く。佐山さん、なるほど。え、できんの佐山さん、すごい。あいつめっちゃできてんじゃん。すごいさすがだな。え、さすが。なんだ、お前知らなかったのか？何を？あれが佐山って女刑事の本職だ。あ、こっちが本職？俺の調べたとこじゃ、奴は高専時代にプログラミングを極め、うん、その技術が買われて府警へ入ったらしい。当時生活安全部が新設したハイテク犯罪対策のエンジニアとしてな。かっこいい。ハイテク犯罪対策。ああ、つまりインターネット関連の犯罪を取り締まる内勤の捜査員ってことだ。佐山は国家に仕上がりの準キャリア、うん、専門職として採用されたその道のエキスパートなのさ。こっちがメインなんだ。じゃあ、あいつはなぜ四課に？うん、配属後すぐに本人の強い希望があったらしい。最初から彼女の目標は四課に行くことだったんだろう。そこまでして四課に？お母さんが誰か探しに。まあ俺が知ってるのは佐山の来歴だけだ。人の心の奥までは覗けねえからな。うわ、すぐそこにいるんだけど。絶対あの大画面さ、わかるよね。わかんないの？よし、行ける。あ、お、おー、できた。すごい。勝ちましたぜ。嬉しそう。堂島大吾の居場所が分かりました。どこだ？お、太平通りにある桃源郷という店の一室です。桃源郷。桃源郷だと知ってるの？ああ、お、1年前に行ったことがある。めっちゃ見てるよ。世話になったな。さっきの騒動で俺たちが居場所を突き止めたことが向こうに漏れてるかもしれん。うん、わざわざ大吾をこの町に連れ込んだのも俺をおびき寄せるための罠に違いない。そう思っていた方がいいだろう。くれぐれも気をつけろよ。ああ、あのスパイの人丸聞こえだったじゃん。元ヤクザに四課のデカ、うん、不思議なコンビだ。確かに。渋い。なんだ今のシーンは。お、桃源郷だったわよね。
早く行きましょう。桃源郷行きましょう。元桃源郷へ。おお、なんだなんだなんだ、びっくりした。叫んでたお兄さんがいた今。うわ、古い。ここなの？ああ、桃源郷懐かしい。どんな感じになってるかな今。うわー、1年前の事件が原因なのだろうか。すっかり廃れてしまったようだ。めっちゃ廃れて。ねえ、早く探しに行きましょうよ。ああ、ここは危険だ。俺が先に行く。後からついてこい。ええ、わかったわ。おー、なんか映画のシーンでありそうだね、こういうの。よし、誰かいんのかな。大吾を探せ。そっか、いるよな、そりゃ。うわ、なんかいる。うおお、めっちゃいた。こんなところに。よいしょ。えいやー、それクリア。うぃやー、お風呂でかっ。いけ、ぶっ倒す。お、今回ちゃんと開けたね、扉。静かに。いつもさ、足でやるじゃんね。いけ。うわ、いたいたいた。よいしょ、はい。あ、いただた、いたた。うわ、なんか叫んでる人がいる。黙らせてやろうじゃねえか。やめてよ。よっしゃ。うわ、あー、真っ二つ。よし、うぅ、うぅ、こっちか。うわぁ、痛いよ、手首。うわぁ、待って、待ってやがるぞ。うわぁ、このタイプか。よいしょ、これタイミングがね。ごめんなさい、ごめんなさい。よし、おお、またまた、こんだけボリュームありますね。いけ。よし、わわわ、元気ですね、皆さん。オッケーオッケー、私も立ち向かうぜ。よいしょ、よし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 、いいぞいいぞ。うわぁ、うわ、すごいすごいすごい。うわぁ、骨ちぎれましたね。よし、ここが、よいしょ。どこにいる、なんだここ、すごいぞ。うわ、行き止まり。回復させてくださいね。おっほー、よし。うわ、なんか増えた人。行けー、ぶち切れ。よいしょ。うわうわ、いけ。うわわわわ、怖っ。何投げてきてんの。うわわ、なんだあれ。いけ、ナイフか、ブリック、ブロック、ブロックパンチ、いた、ブロックパンチ。うわうわ、いた、この人怖っ。うめっちゃ怖いよ。よし、パンチが効いたぜ。よし、行くぜ。よいしょ。うわわわ、なんか強そう。いけー、ホームラン、ホームラン。よし、はい、えい。うわ、うわ、あ
てる。いて。よっしゃ。うわ、どんだけいんのこれ。よっしゃ。よっしゃよしゃ。落ちろ。落ちないのか。なんだよ。逃げ。よし。おお、華麗なさばきです。どっちだ、こっちか。おお、なんかなんかなんか。めっちゃいるわ。みんなぶっ飛べ。うわ。逃げ。すごい喧嘩だよこれは。ひえ、どんだけ人いんだよここ。よし、いけ。うわ、ベッドで寝てな。うわ、またいる。周りに固めて。よいしょ。うえ、うれ、うわ、強いじゃない。いけ、あんなぐらいにいけ。うん、やったやった。刀で切り裂く。よし、ありがとうございます。うわわわわわわわ、めっちゃ食らった。強、望月さんか、名前覚えとこう。よし。うわ、なんだここ取れない。バット、金属バット、ここか。うわ、よし、いいよ。すごい、どんな壊れ方してんの床。おお、なんか撮影で使われそうな場所だね。なんかちょっとおしゃれ。ね、待って、めっちゃいるわ。あー、みんな2文字の感じ。わかんないよ、誰が誰か。うおー、ゆいげん、みんなこいつか。なーい、ゆいげん。うおー、よし、ねい。うわー、よし、いけ。やばい、これめっちゃやばい。緊急事態。うわ、よし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 。うわ、のこのこ歩いてきてる。何、ゾンビに見えてきたんだけど。ウォーキングデッド。うわー、いけ。もうこっち来ないで。よし、うわ、怖かった。ちょっと、あんだけの人数は。待って待って、うわうわ、なんじゃこれ。どうやってそっちに行った君たち。いるじゃん。うわ、怖い、ここ。いけ、くれ。うわうわうわ、いけ、今。なんなん、あの奥の二人も。なんなん、よしよしよし。うわわわ、落ち込みや、ギリュー、殺すぞ。おら、なんか、落ちてた。手加減は強そうな人。よし、おりゃ。うわわわ、待って待って。いけ、あ、強っ。うわ、あの奥からもさ、めっちゃ刺してくんじゃん。まあ誰から行けばいいのか。やっぱこの投げてくるやつだからかな。うわ、何が起きた、何が起きた。やばいよこれ。うわ、強い。やば、富田さん。うん、よし、うわうわうわ、早くくたばってください、お願いします。うー、強っ。富田さん強くない、やっぱ。
呼び、はいはい、骨折り、はい、あー汗かいてきた。こっちからいけるかな。よっしゃ、君たち残念だったな。もう終わりだぞ。うわ、ネズミ早っ、びっくりした。あんな早いネズミおる。あ、終わった。あー、よかった。お、なんだなんだ、ゴーダリュウジか。あ、違った。あ、でもちゃんとベッドの上に寝かせてくれてんじゃん、ちょっと優しい。お、来ました。その男を返してもらう。いいね、全く汗かいてない。お、革ジャン、革ジャンじゃないか、合流会組。お、4人か、いけ。よっしゃ、おりゃ、骨折れましたか。あー、佐山さんありがとね。よいしょ、よし、止め、よーい。よいしょ、ほら、極み。うり、はい、コロコロ転がれ、コロコロ。俺が助けてやる。おりゃ、よし、よしよしよし、ナイスナイス、ありがとよ。やったー、倒したよ。あ、生きてる。お、喋った。ゴーダ会長は別の場所に連れてかれちまった。え、どこ行ったの。いや、こっちも遅くなって悪かったな。大丈夫か。優しい。大丈夫じゃねえ、死にそうだ。どうした、どっか怪我でもしたのか。そうじゃねえ、腹が減って死にそうなんだよ。心配したよ。それなら体の方は問題なさそうだな、うん、よかった。あ、佐山さんとご対面。九州近江大震高、大震略。お、一人一人の動き、うん、銃の撃ち方、やつら普通の組織じゃねえ。軍隊、まるで軍隊鍛えられてんだ。軍隊か。大丈夫か、大吾。柏木さん、体は問題ないのか。すんません、ゴーダ会長を守りきれませんでした。それは聞いた。気にするな、お前が無事で何よりだ。お、タバコ。ここはアウンの呼吸ってやつ。それでお前とゴーダ会長を拉致した奴らはどこのドイツなんだ、うん、詳しいことはわからない。だが、うん、自分たちのことを人言派と呼んだ、うん、人言派。本当に人言派と言ってたのか。柏木さん、ご存知なんですか。ああ、だが人言派は壊滅したはずなんだ、うん、さっき府警に連絡して人言派のことを調べてもらったら、そんな組織の記録はないと言ってたわ。人言派は世間では全く知られてない組織だからな。うん、けどそれだけの組織だったら警察の記録には残っているはずよ。警察は人言派の存在を抹消したんだ。どうして。あれは20年以上前。20年以上前。おお。当時のカムロ町は、スタメンか、東島組以外に海外の勢力がひしめいていた、うん、その中でも最大の組織が韓国の人言派という組織だった、東上界で中堅だった東島組が大きくなるには、そういった組織を制圧するしかなかったんだ。東島で
やるんでか。若いね。おやさ。ああ。皆殺しだ。皆殺し？どうした？何か問題でもあるのか？いや。痩せとった、島野さん。行さん人殺したお前が何ビビっとんねん。そういう問題じゃないんだ。うん。親父、戦争以外の選択はないんでしょうか。何アホなこと抜かしとんねん。先に喧嘩吹っかけてきたんは向こうやろが。怖っ。やられたらやり返す、それが極度や。変わってないな。なあ風間、お前の言うことがわからんでもない。うん、皆さん。まあ待て。だがな、あの人言派ってやつらは別だ。別なんだ。やつらのやり方は尋常じゃない。このままだと堂島組が壊滅ってことにもなりかねない。ですが、叩くなら今しかない。下手な情を挟めばそれが禍根を残す。うん、だからやるしかねえんだ。わかるな？はい。でも本当に皆殺しにする必要があるんでしょうか。当たり前や。うちとこの組員が何人やられた思てんねん。わしはあいつらの息の根止めな気がすまんねや。目がガチだ。奴らのアジトはディスコホールの裏のビルにある。裏のビル。チャンスは今夜だけだ。任せといてください。風間のおやさんはあんまり気が気じゃないよ。はい。あ、はいって言った。風間のおやじさんは最後まで迷っていた。うん、だが白いものでも親が黒といえば黒になるのがこの世界。うわー、やだね。結局組のために風間の親父さんは島野のおじきと共に人言派のアジトに乗り込んで組織を壊滅させた。なるほどね。でもまだいるんだよね、人言派の人が。結果堂島組は神室町を手中に収め、東条会での勢力を伸ばした。その後島野のおじきは独立して島野組を直系に昇格させた。その時の構想で堂島組一派は組織を大きくしたってわけか。堂島組だけじゃない、東条会もその勢いに乗じて関東一円に組織を拡大させていった。でも今の話じゃ人言派は壊滅したことになるんじゃないか。その通りだ。人言派は壊滅したはずだ。だがもしかしたら生き残りが存在していたってことになるのか。そうなるね。生き残り。じゃあその生き残りが合流会とつながってるってことになるのか。うん。ええ。でも、お？それだけ大きな事件なのにどうして警察は動かなかったの？確かに。当時警察は人言派の実態をつかみかねていた。だから堂島組に奴らの壊滅を任せる形を取ったんだ。つまり見て見ぬふりをしたってことなのね。まあそうだろうが、本当のところは当時の担当刑事でもなきゃわからない。当時の担当刑事？誰なの？え、誰？名前までは覚えてない。何せ20年以上前の話だ。そう。キム兄。しかし偉いことになった。合田会長はさらわれたまま、合流会は神室町を狙って。やばいよね。それに人言派の影、めちゃくちゃだよ。それに伊達さんをはめたネズミの存在、次は一体誰が何を仕掛けてくるかだ。そうだね。そんなもんどんな手で来ようが、やるしかねえだろう。やばい、ラーメンつけ麺に見えてきた。